一番初めて立った時にすごい新しい感覚で、そこでまずハマって、でその後はなんかずっといろんな技の種類もあるので、なんか技が決まった時の楽し嬉しさとかにすごいハマりました。自信もついたし、どうやったら勝てるのかっていうのも自分の中で結構分かったので、すごい成長できました。2020年のオリンピックは日本の海であるので、すごい環境も海外でやるのとは違って慣れてる部分もあるので、もう金メダルを目指して頑張りたいと思います。